グリップでテニス上達。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。今回もよろしくお願いいたします。まあ今回なんですけども、まあこのグリップですね、このグリップで、グリップ握り方、グリップテープで、まあこう上達する可能性を掘り下げていきたいと思います。最後には結構ですね、プロの選手とかも、やっている、ご存知かもしれませんけども、はい、ちょっと興味深いのグリップの巻き方もお伝えできればと思います。こういうボタンとチャンネル登録ですね、あと1万人目指しています。あくまでも等身大でですね、自分の伝えたいことを伝えたいと思ってますので、急ぐつもりはないんですけど、ちょっとでもいいかなと思ったらお友達にご紹介、チャンネル登録お願いいたします。では、行ってみましょう。まあ、あのグリップテープってで、まあ、ラケット変えるとか、ね、シューズ、ね、それこそガット、ね、やっぱりこうお値段、ね、お金もかかってくるし、でやっぱそれって初めのうちってなかなかわからないですよね。で、そんな時って何からまず努力するかって、でグリップテープで、結構ですね、これはあの初心者初級者の時にね、まあそんなにテニス上手じゃないから、まああの何でもいいかなと思うことがあると思うんですけれども、結果上達していく。例えば僕テニスコーチ20年目なんですけども、まあご縁があってね、お客様にも恵まれて、結構長期間ご一緒する方多いんですよ。それこそ本当に始めた時から20年目になる方もいらっしゃれば、十何年ご一緒してる方もいらっしゃいますし、はい、結構ね長い間ご一緒する方が多いんですけど、やっぱそういう方ってやっぱね、初めのうちからよくわからないけど、まあ大体まあ身なりを気にされたりで、きちんとされてる方が、まあ、僕はその限りじゃないかもしれないですけど多くて、まあそれで巻き替える頻度が結構早かったと記憶してます。だからちょっと汚れたらやっぱね、こう見た目良くないし、ね、衛生上も良くないからって真っ赤いの生え、結果その人たちが上達する。で、それなんでなのかなっていうのをね、突き詰めてたんですけど、まあ変えないよりも変えた方が絶対いいというのですね。まずこのグリップですね、きちんと巻き替える。で、好みに合わせていろいろですね、いろんなグリップ試していかれるといいと思います。で、一番初め僕言いたいのが、グリップテープって、はじめもう分かんないし安いし何でもいいやと思うじゃないですか。ただ一つ言えるのは、市販されているグリップテープを買うようにしてください。市販されているグリップテープで300円上代以上のものですね。結構100円200円で売ってたりとか、ガット貼り替えたらグリップサービスでつけますよっていうのとか、大会行ったら配られてるやつで、これも以前お話し差し上げたと思うんですけど、配られてるやつでも実際にちゃんとした値段で売られてるやつはいいんですけど、ネットで検索したらなんかくっそ安いやつとかは結構ね、手のフィット感が悪かったりとか、すぐにダメになったりしますし、ゴム自体もあんまり僕個人的に好きじゃないし、やっぱちゃんとした上達されてる方っていうのはしっかりしたグリップテープね、使われてるので、はい、まあ、グリップの種類気になる方は、グリップのね、他の動画見ていただければ、おすすめグリップ、テープ、オーバーグリップで、ね、お伝えしてます。はい。とにかく、ごめんなさい、話それましたね。とにかく、変えていただきたいのは、やっぱり、ちゃんとした、まあ、300円以上ね、300円ぐらいのやつが安くてね、ちょっと250円で、ね、例えば300円で売ってるやつは、10本巻きだったら、1本あたり150円、200円とかね、200円切るようなお値段だったりとか、30本。本入りとかだともっと安くなります。まあ、そういった買い方をされるのがまず、僕のアドバイス。やっぱこの手元のフィット感ってね、こう握ってさ、打とうと思った時に、やっぱりね、ちゃんとしたグリップテープはほんの少しの差、このちょっとの差の積み重ねでね、もう手元で滑ったりすることもあれば、ちゃんとした適切なスイングするときには手の感覚って重要になるんで、ここだけはこだわっていただきたいかなと思います。で、まあそこから分かれてきて、まずは、このオーバーグリップ、これはオーバーグリップね、初めから巻いてあるやつね、元巻きがどうしたいのか。例えばある程度上級者の方とレザーが好きだって方とかね、こだわりある方はいらっしゃいまして、まあ、レザーなのか、こう普通のノーマルのやつなのか、どちらかっていうのをまず選択していくと。まあ、レザーも一回試してみるとね、でレザーの前に一個巻くとね、このフィット感があったりしますし、普通の、要は買った時にだけどこうついてくるやつですね、グリップテープのでも、一応クッション性がね、通常のよりもちょっとこう 120% 増しとか、ね、130% 増しとか、まあ、いろいろなグリップもあるの で自分が持った感じどういうのがいいのかな、ちょっとしっかりとね、グッてこう
握れる方がいいのか、やっぱ打った時にちょっとこう柔らかさを感じる、持ってた時に柔らかい方がやっぱリラックスしてねラケット引けますしね、の脱力がそんなに得意じゃない方はね、特に初中級者中級者の方は元に巻いたのは、僕は普通のやつのちょっとこうクッション性のあるやつ、僕結構それ巻いてたりするんですけども、のがいいのかなと思います。だからそこでまず元巻きどうするかっていうのが分かれてきます。はい、で、これ元巻きじゃなくてですね、結構てかたまに男性の方が多いですかね、元巻き外して木を出して上からオーバーグリップ巻くだけ、だからこのカクカクが好きだって方、いらっしゃるんですけど、できればテニス上達目指すんだったらやめておいた方がいいと思います。まあ競技のレベルが上がって強い球とか飛んできた時にの、そんなね強い球趣味でやって別にそんな上達そこまでしなくてもある程度自分の感覚でやれればいいやって方はいいんですけど、やっぱこの衝撃ボールが飛んできたらこの衝撃やっぱ受けますから、あの手首が痛くなったりとか手のひらが痛くなったりしますので、そういう意味ではまあ元巻き外すのは個人的にはおすすめできないですけど、あと元巻き外してっていうのはね、元巻き外してなんか、まあ、オーバーグリップを何枚か巻かれてる方もいらっしゃる、できれば元巻きってね、プロの選手でも元巻きを外してる方って僕のライブラリーの中にはないので、はい、元巻きを外すのはできればね、そしたらやっぱりこのレザーにするとかちょっとこうね自分に合った元巻きを求めていく、硬いのが好きだったらちょっとねレザーとかこのカシッとガシッとくる元巻き巻けば、それでもね衝撃吸収もありますし、ね、この手の負担も少なくなるんで僕は、はい、元巻き外すのやめた方がいいかなと思います。でまあ実際に自分がまあ元巻きどういうのを使うかっていうのが決まってきたら、今度はウェットなのかドライなのかね、セミウェットなのかセミドライなのかっていろいろあるじゃないですか。でこれ一つ言えるのはのこれっていうものがあればもうそれ使っていただいていいんですけども、なんか別によくわかんないやってなった場合は、僕はいろんなの試すといいと思います。でなぜかというとメーカーさんによってそのウェットの基準とかそのドライの基準とかも結構曖昧なんですね。で僕前お話しさせてあげたんですが、キモニーさんのラストドライってあるじゃないですか。でラストドライって、ま、ドライグリップの部類なんですけれども、これいろんな方に勧めさせていただいたんですけど、意外とウェットユーザーの方のも気に入って、で、バリバリドライユーザーの方もこう気に入られるような傾向があったので、その時その時のその汗のかき方とかも違いますし、やっぱりこのなんていうのかな、人の感じ方ってそれぞれなんで、まあ基本的にはもう分かんなかったらヨネックスさんのね、ウェットスーパーが一番いいですよって話もするんですけども、そこからどんどん派生してね、自分、まあ、ただその、なんだろうな、ちょっと冒険してみたいかなと思ったりとか、ちょっとなんか最近このグリップ消耗が激しいなと思った時ね、いろんなグリップ試してみると、いいと思います。手汗がひどいからって、ドライグリップって一概には言えなくて、実はそのセミウェットだったりね、そのこのメーカーさんのこれって言ったのがフィットすることもあります。結局手汗がひどくて滑っちゃうっていうのが大きな原因になってくるので、はい、自分の中でこうフィットしたのをこうちょっとずつ探していかれるとね、いいと思います。だいたい3本巻いててね、まあ、2ヶ月とか1ヶ月に3本巻きあったら、まあ、1パックはなくなってくると考えたら、まあ、1ヶ月半に1回ぐらいサイクルでいろんなグリップ試せるし、あこれいいなと思ったらそれを、してあげると良いと思います。であと僕個人的にはなんですけども、ウェットグリップ系は白おすすめします。なぜかというと染料が入ってないので一番こう手元の感覚が良くなるので、僕迷われてたら、まあね、色が好きでっていう方はもうそっちを勧めるんですけども、そうじゃない場合は僕ね結構その白をねおすすめしてるんで、できればですね白 の, グリップテープ巻かれると、良いと思います。で色もそうだったんですけど、たまに今まで最近あったのは、最近もちょっと1年ぐらい2年前かな、ルキシロンさんのドライあったじゃないですか。出た当初めちゃくちゃ良くてもう売れ行きすごかったんですけど、そこからしばらくしたらなんかすぐにボロボロになるとか、結構ねお客さんからご意見いただくことが多かったりして、でそれなぜかというとなんかね工場が変わったんだっけな、成分が変わった、なんかねちょっとやっぱりそのコスパが悪かったんじゃないですかね。でそれで何かを変えようとしたがためにボロボロになりやすくなったっていうのもあります。昔ツアー、
なんだっけ、バボラのツアープロ、ツアープロは工場変えてこのセロハン剥がすのがビリ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 ってめっちゃ不良品出たりもしてたんで、そういったその今まで使ってたのがダメだなと思った時は工場が変わってたりとか、その種類が、種類っていうか何かのこの配合をこう変えてたりですね、していきます。なのでちょっと微妙になってきた場合は似たような他社さんのグリップテープ、やっぱその製造工程と製造期間とかその時のものによって違いますし、のなんだろうな、あとはやっぱりその意図しないところでちょっとこう材料が違ったりとか何かの失敗でその工場のロットがね、 ここからここまでのっていうのが多分あると思うんですけど、そういうのに引っかかっちゃった場合はねちょっと残念なんですけど、他のをこう探しながらで、たまに元に戻ってきたら、あら、ま、元に戻ったかなっていうのもあると思います。分からなかったら買った専門店さんとかでね、とか量販店さんとかで見て、これここなんですけどっていうのを、だからレシートだけは忘れないように持ってた方がいいかもしれないですね。はい、出たこともあるのでね、ちょっとこう注意しながら、ね、いろんなグリップ、はい、セロハン引いてベリベリってめくれるのは、ほぼほぼゴムにこれをくっつける時の温度なのかな、圧なのか、何かが悪い時が多いです。あと長い間グリップテープを劣悪な環境に放置してたらバリバリってボロボロになってめくれることがあるんで、グリップテープもですね、はい、できるだけ早めにですね、前のパッケージとか怪しくなってきますからね、切り替えじゃなくて切り替えしてからだいぶ経ってるパッケージでこれガットとかもあるんじゃないかなと思うんですけど、要注意、して、いかれるといいと思います。はい、で、ここでですね、冒頭にお話しましたけども、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、やっぱり、ね、今のグリップで割とこう丸に近い形にできてきて、で、割とこう大衆受けね、する。昔ヘッドさんのものだったらもっとこう薄くてね、こう包丁を持つような感じでね、ここは平べったかったんですけど、ちょっとこう丸みを帯びるようになってきた。で、やっぱこう打っていくときに、ちょっとね、グリップがちょっと抜けるとか、あと人差し指に力が入りやすい方ですね。この下。グリップ巻くと大体ちょっと一巻きくらい残ると思うんですけど、その一巻きをここに巻いて、で、その上から普通に巻くと、ここがポコッとしているので、ストロークとかと引っかかりやすくなります。有名なのはリシャル・ガスケ選手ですね。ガスケ選手のここ映ったらめっちゃぶっといですね。もう本当にここだけなんかいびつな形してます。の他にもトッププロの選手とか、まあ国内でもそのプロと言われる選手たちがね、結構そこを工夫されてる方いるんで、そこを巻くだけでね、ちょっと引っかかりも変わってきて強いボール、打っていけると思いますので、もしね、ちょっと試したいなと思う方はですね、ぜひですね、ここ試してみてください。意外とこれ変えるだけで大きく、変わっていきます。そして最後にグリップはこまめに変えていきましょう。はい、といった形ですね。一番、まあ、練習するのも大事だし、ギアで一番上達する決め手は何かと言われると、やっぱグリップテープにこだわっていくっていうのは大事だと思います。ね、大きなこう大金を投資して失敗したってことなくないじゃないですか。だからダメだったな、合わなかったなって、このタイプのこれは合わないなっていうのがご自分のこのですね、テニスのこの上達のマニュアルの中にこうストックされていくと、おのずと好みが分かれてくると思うので、よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。